どうも、谷口まさかです。今回の動画はもうさっき終わったばっかなんですけど、まぁ、ちょっと興奮冷めやらぬまま動画撮ってます。ちょっとね、これ余談なんですけど、僕試合前で YouTube の撮影ちょっとお休みしてたんですけど、この動画だけは速攻撮ってあげたいなと思ったので、まぁ、撮影してます。まぁ、皆さんご存知のように、モンスターのスーパーバンタムの4階級制覇目の2団体統一戦の、まあ、感想をですね、解説動画にしたいんですけど、ちょっとレベルが高すぎて解説動画にならないと思うんですよ。だから感想動画にを撮っていこうかなと思います。もうやばかったですよね。もう度肝を抜きました。てか両方にやっぱ度肝を抜きましたね。対戦相手のフルトンもそうですし、もちろんモンスターにも。で、試合結果は、まあ、こう、ほとんどの方がご存知だと思うんですけど、8ラウンド1分14秒の TKO で、もう、井上尚弥選手が4階級制覇、4階級すべて KO ダッシュの2団体統一。すごい。もうね、その、冒頭にも出たんですけど、試合見てても、もうこう、緊張感とかはすごいのは伝わったんですけど、その中身、どういうことを考えて、どういう意図があって、そのどういうボクシングを組み立てるのかっていうのが、もうほんの先っちょしか分かんなかったんですよ。だから、もう、すごい。多分ね、これ、すごいしか出ないと思います、今日は。なんかもう、興奮してますし。でね、もう序盤からの、まあ、試合内容に入っていくんですけど、序盤ね、こうお互いが並んだ時に体格差がそんなにないなと思ったんですよ。もうてかモンスターの体がでかすぎて、フルトンはまあ大きいけどやっぱそれなりにシュッとしてる感じだったんですけど、モンスターの大きさが際立ちましたね。まあこれは多分色合いとかスタイルもあったと思うんですよ。結構フルトン黒くて引き締まって見えてますし、モンスターどっちかというと白かったので、やっぱこう白で膨張色なんで、まあ、関係あるかは分かんないんですけど、この体格差は、まあ、ゴングなった時点ではそんなに感じなくて、でそのスタイル的にお互いちょっと後ろ重心だったんですよね。フルトンが後ろ重心なのは結構元々なんですけど、モンスターがこう気持ちちょっと後ろ寄りで入ってたんですよ。そこはお、いつもと戦い方変えてるなと思ったんですけど、驚いたのはそのため探り合いの中からモンスターの一発目のボディジャブが当たったんです。もうあれにすげえなと思って、もうお互い後ろ重心で、でこうやっぱ一覧の目なんで探りながら入るんで、もうお互いめちゃくちゃ距離遠いなって感じだと思うんですよ。それやのに、こう、上はもう当たんないっていうのを分かっているから、すぐ下が出るんですよね。それを見て、うわ、めちゃくちゃ冷静やなと思いましたし、今回の、その、モンスターの試合を見て、感じたのは、すごいこう、自由に、楽しく、ひらめきを大切にしてるのかなと思いました。もう、その、すごかったですね。足の位置だったりとか、あと手のこのフェイントだったりとか。頭のずらし方、タイミングのずらし方とかが、もうその用意してきたっていうのはもちろんなんですけど、そのひらめきで引き出しを都度出してるのかなっていう感じましたね。で、そのフルトンは結構こう出さしてリターンを打ってリズムに乗っていくタイプなんですけど、初っ端のモンスターの左ジャブが速くて力強くて避けることに必死になってて、リターン返せてなかったんですよ。なんかこういう感じで避けてパーって返していくのがフルトンのいつもの戦い方なんですけど、踏み込みが早いし思ったより伸びてくるから、こう避けることに必死になってたんですよね。だからこうリズムに乗れずに、なんか1ラウンド2ラウンド3ラウンドはこうフルトンがちょっと驚いたと思うんですよ。え、想像より早いし強いって思ったと思うんですよね。だからその、まずアジャストすることを大切にして、結構受けに回ってたじゃないですか、攻撃するっていうよりも。で、モンスターの攻撃が、ブロックの上からでもガチンって音鳴るし、派手だったから、みんなおーってなってたんですけど、よくよく見ると、こう、クリーンヒットっていうのは序盤はほとんどなくて、フルトンはしっかりとこう、ブロックしてましたし、ただやっぱモンスターのこう勢いがあるんで、弾かれてたりはしてたんですけど、クリーンヒットはなくて、しっかりとこう、距離感だったりとか、モンスターのパワーを確かめてたんですよね。モンスターの1ラウンド目から、
すごいなってまた思ったのは、内ざまの踏み込みの速さはさっき出したんですけど、その後内割りのポジショニング、内割りのポジショニングが良くて、フルトンがリターン返せなくて、もう避けることに必死っていうのは出たんですけど、そこからボディジャブを結構頻繁に見せてたんですよ。でフルトンからするとこう待ってるとモンスターのジャブ早いし、自分から攻めてもモンスターの左フックだったりのカウンターリターンをしょっぱりに合わされてたんですよ。フルトン最初何これって思ったと思いますよ。で、下を狙ってたのはやっぱりなんかやっぱり上だと当たんないっていうのは。そうですね、上にこうパワーパンチ打っても避けられるのが分かってるんで、この上ってやっぱ動くんで、でフルトンってこういう状態で避けるタイプですし、でそしたらもう動かないボディを効かなくていいんで、とりあえず当てていくっていうのが大事なんですよね。まずこの当てるためにパワーパンチを当てるっていうのが目的だと、まず当てる。で当てるためには触っていく、ブロックの上からでもいいし体にでもいいから、まず触るっていうのが大事なんですよね。でそれをこうボディジャブに持っていってたんですよ。なんかそういう面も感じましたね。でフルトンは慣れるまでに3ラウンドくらいかかったかなって思いますね。あの試合通してモンスターのすごいところって、全試合なんですけどそのパワーパンチ打つけどブレないんですよ。空振ってもブン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 って振ってもそのまま続くんですよね。空振った後も返ってくるし、当たった時と空振った時のこの対応が一緒なんですよ。あれすごいですよ。あんだけのパワーパンチを打って振ってブレないっていうのは本当に足腰が強いと思うんですよ。でフィゲロの時に思ったんですけど、フルトンはインでも結構強いんですよね。組み合った時の体の使い方だったりとか、ちょっと空いた瞬間の打ち方とか上手いんですけど、モンスターはそれをさせなくて、こうくっつけなかった、なんかこのフルトンが打ちやすい距離にならなかったんですよ。ちょっとでもこうフルトンが近づくとフックボディ打ったりだとかして、なんかフルトンにこうやりたいようにさせてなかったイメージがありましたね。まあ序盤は僕モンスターがポイント取ってるなと思ったんですけど、5ラウンド目にモンスターが初めて結構強い左ボディを打ったんですよ。でまあブロックの上からだったと思うんでそんなに効いてはなかったと思うんですけど、そのボディに対して初めて見た初見のフルトンがすぐリターン返してたんですよね。でそれ見て、おやっぱフルトン対応力高って思って、でこのラウンド印象に残ってるのがフルトンが打ったワンツーといきなりの右ストレートかな、2発僕の中で浅かったんですけど右ストレートが当たったんですよ。1ラウンド目にモンスターに一緒のパンチを2回当てるって相当すごいことなんですよね。だから多分想像以上に遠い距離からまっすぐ伸びてきたと思うんですよ、フルトンの右。結構その動画っていうか試合見ててもめっちゃ速かったんですよね、1と2のつなぎも。だからそういうところでフルトンのこのレベルの高さっていうのはすごい感じました。だから5ラウンド目は僕の採点なんですけど、僕はフルトンにつけました。だから試合通して僕フルトンにつけたのは5ラウンド目と7ラウンド目なんですよ。結構解説の人はもうどうだろう、モンスターじゃないかなって言ってたんですけど、5と7はフルトンかなと思いましたね。5か7かどっちか忘れたんですけど、モンスターが結構ジャブってかなんかで大きく踏み込んだ時にフルトンが右のショートのクロスを合わせたんですよ。それが結構綺麗に入ってた印象があって、もあれ聞いたかなと思ったんですけど全然 でモンスターのすごいところって打たれ強いんですよ。多分何発か当たったじゃないですか。でも全然当たったようにも見せないし、クリーンヒットしたかなっていうぐらいの感覚なんですよね。パワーある、スピードある、ボクシング上手い、引き出し半端ない、打たれ強い、フィジカル強いですよ。もう崩し方がわからん。すごい、うん、なんかこう見ててもボクシングもできるじゃないですか。序盤なんか特に左の差し合いモンスターが打ち勝ちましたし、でまあその8ラウンド目までのその倒したパンチ、効かしたパンチ以外はフルトンもこう効くほどのクリーンヒットはなかったと思うんですよ。ブロックの上からグラーってなったりはあったと思うんですけど、まともなクリーンヒットっていうのは多分僕の見落としかもしれないですけど、僕が見た中でガチョーンっていうのはなかったと思うんですよね。だからそういうところでフルトンのその
ディフェンス能力の高さだったりとか、適応能力、修正能力もすごい高いなって思いましたし、やっぱりこう、フルトンは本物の世界チャンピオンやなっていうのは大前提でありましたね。でも鼻血、鼻か口からか出てましたよね。あれって多分ブロックのバーンってそれぐらい衝撃があったと思うんですよ。だからまあ大前提としてもうフルトン もう めっちゃ下巻いちゃったんですけど、めちゃくちゃ強いチャンピオンなんですよ。それをこう一周したモンスターがもう異常なだけで、もうこれ皆さん分かってくださいね。フルトンももう正真正銘の本物の強い世界チャンピオンですから、今日見てもうそれはもう間違いないって思いましたし、だからもう異常試合見ててもう本当に当たり前のことなんですけど、お互いのジャブだったりとか相手の打ち割りのリターンだったりとか、そのリターンの後のカバーとかポジショニングの取り方とかディフェンス、もうレベル高すぎてなんかもうよくわからん。本当にレベル高い。だからフルトンもどうやって崩したらいいんやろと思います。モンスターがすごいだけであって、僕から見るとフルトンも崩しどころがなかったんですよね。なんかもうよくあんなの崩したなと思いますね。で勝負が決まったのは8ラウンドなんですけど、7ラウンド目に結構モンスターが右を振ってたんですよ。右のこうフックだったりとか、急に飛び込んでの右オーバーだったりとか、なんか7ラウンド目になんかモンスターにしては結構こう右とかだったり振るなって思ってたんですよ。モンスターめっちゃ綺麗なワンツー打てるっていうのがやっぱあるんで、なんかモンスターにしては振るなって思ってたら、8ラウンド目急に下ジャブ打ってめっちゃノーモーションの右ストレート。だからその伏線だったんだなって結果的になりましたね。で試合通してみると、1ラウンド目から下の上下のワンツーはモンスター打ってたんですよ。で見して多分タイミング測って、でこれを当てようと思って7ラウンド目に振ったりして、8ラウンド目急にもう餌だった、多分結果的に餌になったんだと思います。多分それ以外でもいろんなこう網を張ってたと思うんですよ。ただ仕留めたのがそのパンチ だけであって、多分僕とかには気づかないようなもうすっごい緻密な巻き絵が何個もあったと思いますよ。で気づいたのはこの結果的なんですけど、振ってた右だけ。だからもうすごい聞きたいですもん、直接他にどれくらい用意してたみたいな、巻いてたとかっていうのを聞きたいですね。その倒す直前にすごいなと思ったのは、右バーンって効かした後、フルト一回手ついたかついてないかぐらいだったじゃないですか。普通ってあそこでシャダウンだってなったりもするから一回止まったりするんですよね。でもモンスターそこを見て、まだレフェリーが止めてないっていうのを見て、しっかりと相手見て左フックを思いっきり打ったんですよ。ああいうところももう本当にこう本能的の強さがあって、もうすごい。で再開してからの相手を仕留めるまで止めない連打で、フルトンもやっぱ上手いからこうくっついたりとか離れたりして連打をこう寸断させようとしてたんですけど、モンスターのこの距離がはまった瞬間のあの手数はもう脱帽ですすごい。だから自分自身まだこの1回しか見てない中での、まあ、感想なんで全然読めないんですよね。その解説をできるほど読めてなくて、まああと2回3回ぐらい多分勉強があったら見ると思うんですけど、それでもモンスターが張った伏線っていうのはちょっとしかわからないと思います。それくらいフルトンとモンスターすごい技術戦だったんですよね。なんか一見やっぱこうパワーパンチが多かったから派手に見えるけど、実はもう水面下ですごい探り合い、もう足のこの駆け引きだったりとか入り方のフェイント、入った後打った後のポジショニングだったりとか位置だったりとか、もう一個一個こう紐ほどいて見ていくとレベルが高すぎる。で右同士やのにポジショニングがすごかったんですよね。なんかこう言葉にしろと言われたらまだその言葉にできるほどの深さが僕ないんで、ちょっとここは申し訳ないし歯がゆいんですけど、ただもうただただもうレベルが高かったです。もう脱帽です本当にもう、まあ、ということでね。で試合終わった後もね、タパレスがリングに上がって、お互いがお互いも対戦合意して、年内に4団体統一多分内定してると思うので、4団体統一って実力だけじゃなくて運だったりとか流れっていうのもすごい大事なんですけど、そういう全ての面も踏まえてモンスター持ってるなって思いますね。だからこれから先
すごい楽しみですし、欲を言えば最初に行ったパレスと見て決勝みたいな感じでフルトンと見たかったっていうのは確かなんですよ。まあ、実質、まあ、フルトンが抜けてたと思うんですよね。今のスーパーバンタムを見てもそのフルトンに対してあの勝ち方ができるっていうのはすごいです。ただフルトンもフルトンで全然評価は落とさない試合、フルトンが出せるものは出したと思いますかなって僕は思いますね。まあ、こんな感じでちょっと本当に解説できない浅い動画になっちゃったんですけど、まあ試合僕が思ったことと分かったことの解説でした。最後まで見てもらえた方はありがとうございます。まあコメントとかでもね、こういうところ俺分かったよ、私分かったよってあったら逆に教えてほしいですね。いいなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。まあこんな感じでまだ興奮冷めやらずでちょっと言葉もね拙いんですけど今日は終わろうと思います。ありがとうございます。バイバイ。あ、試合のあれ言ってください。試合のあれですか？試合あ、そうだ、今日ね撮影したのが、まあ、7月25のもう夜なんですけど、まあ、僕8月5日に試合があって、あと約10日後、今日のモンスターの試合を見てすごいこう刺激もらったし、まあ、レベルは全然違うんですけど自分もやっぱああいう風に輝きたいって思うんで、再起戦絶対勝てるように頑張るので皆さんよかったら応援よろしくお願いしますとね。会場に来れる人はぜひ会場で見てもらいたいですし、会場に来れない人は Unext っていう配信アプリでライブ中継があるので、よかったらそちらもチェックしてください。よろしくお願いします。まあ今日はこんな感じで告知も兼ねて終わりたいと思います。ありがとうございます。